手塚治虫は、漫画の神様と言われている漫画を描くときに、下書きをせず、直接描くことがあった。漫画のアシスタント制を作ったのは、手塚治虫。日本初の30分のテレビアニメは、鉄腕アトム。超多忙だったので、平均的な睡眠時間は、3日で3時間だった。どんなに忙しくても、旅行などの家族サービスは、欠かさなかった。手塚治虫は、医師免許を持っていた。医学の知識をもとに、書いた作品が、ブラックジャック。一時期スランプに陥っていたが、ブラックジャックで復活し、その後、何本も、名作を書き上げた。水木しげるの、妖怪漫画に嫉妬して、妖怪漫画の、ドロロンを書いた。火の鳥の、が俺のモデルは、水木しげるという、説がある。火の鳥の、茜丸のモデルは、手塚治虫自身、だという説がある。藤子不二雄は、手塚治虫に憧れて、漫画家になった。藤子不二雄が、コンビ解消をして、独立した際、二人がかりでは勝てないが、一人ずつなら勝てると言った。